東京ミラージュセッションズシャープ FE。 俺が力になる。行くぞ。じゃあ油断せずに行くわよ。まずはバッチリ合わせる。それよ、いけそうね。ちぎれろ。これだな。みんなついてきて。どうだろうか。グッ、いけるわね。せーの。成長したわね。場は温まってるわ。真打ち登場だぜ。戦いにも慣れてきたな。この日を逃すな。弱点発見。ついてきて。閉じるなよ。任せて。お願い。お任せだよ。俺も負けてられないな。この攻撃だ。クロムみたいに。この日を逃すな。衝撃いけるか。お任せだよ。この調子で行こう。俺のとっておきだ。受け取れトーマ。さすがだ。いいか、俺が力になる。行くぞ。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。はっ、みんなチャンスだ。あまり怖くないかも。セッション行ける。シードに教わった。いいわね。俺から行く。この日を逃すな。ナイスコンビネーション。繋いでくれ。お安い御用だよ。超俺の力解放可動だ。ありがとう。いつでもいいぞ。弱点発見。俺から行く。まだ終わらない。絶対決めるね。今だよ。行くよ。やった。一歩ヒーローに近づけたかな。俺のとっておきだ。受け取れトーマ。さすがだ。いいか、俺を構えろイツキ。やひとまずは安全か。Thank you.
これは何だろう。あ、もしかしてこれってキリアさんがデビュー当時につけてたチョーカーだよ。そうね、懐かしいわ。あの頃このチョーカーは私にとって戒めみたいなものだった。戒めですか。ええ、ステージ上でファンが求めるクールなキリアとしての自分を演出するための鎖だったのよ。なるほど、それって今の翼に通じるところがあるかもしれないですね。どういうこと、いつきくん。キリアさんだってきっと自分をどう見せるか悩みながらやってきたんだと思うよ。今の翼のように。キリアさんが私のように。そう思うとなんだか頑張れる気がするかも。もちろん不安はまだいっぱいあるよ。だけど私もこれをつければキリアさんみたいになれる気がする。ああ、なれるさ、きっと。今の慣れてるのが翼のリインカーネーション。すごくクールで聴いてるだけで勇気がもらえるような曲だね。そう？そうかな。ありがとう、いつきくん。あのチョーカーをつけたら自分がキリアさんになったような気がして心配なんてどこかに飛んでいっちゃったの。はあ、キリアさんの曲をカバーできた。死んじゃう、もう死んでもいいかも。落ち着け翼。どうですかキリアさん、翼のリインカーネーションは。そうね、自分の歌にもこういう解釈があるんだと思って驚いたわ。新しい翼の魅力が引き出せてると思う。これも全部あの夢を叶えられる場所のおかげだよ。そういえばキリアさんの夢って何かあるんですか。私の夢。翼も気になるよね、キリアさんの夢。はい、なります。ぜひ聞かせてほしいです。ごめんなさい、すぐには思いつかないわ。さすがキリアさん。キリアさんほどになったら夢なんてすぐに掴んじゃいますもんね。そうだったらいいわね。